はい、こんにちは。じゃあ、こんにちは。今回はですね、はい、接待プレイというのをテーマにお送りしたいと思うんですけども、はい、うん、接待プレイってご存知ですよね。まあ、あのよくね、ゴルフとかでね、はい、社長的な、あの若いやつがね、うん、偉い人と一緒に行ってやるみたいな、うん、はい、そう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 、はい、で、今回は僕たちはゲームを楽しみません、うん、僕らは相手の人をいかに喜ばせるか、ゲームで遊んで、そうそう、接待して喜ばせるかっていうのをテーマに遊んでみたいと思います。まあ、言ってるけど、僕が一番苦手なことよまあ ね、最初に言っておくけどね、はい、じゃあ早速ですね、はい、始めてみたいと思います。よいしょ、はい、さあ、誰かだ、誰かだ、来た、ライト、はじめまして。はじめまして、加山里乃です。よろしくお願いします。内澤と言います。あ、ウッチーって呼んでください。はい、ウッチーさん。そっからこちらです。お願いします。で、はい、ゲームはやられます？全然やったことないです。やったことない。はい、で、今日、はい、僕がおすすめするゲームはですね、はい、難しいな、それ。こちらです。これです。マリオカート。あー。CM で見たことあります。ウッチーっぽいし、はい、はい。で、まあ、レースゲームなんですけど、はい、なんとコントローラーがですね、ハンドル型になってまして、すごい、これで、はい、遊ぶ、遊ぶ、そうなんですよ、はい、最初じゃあ僕が一回ちょっとどんなゲームかお手本見せるので、はい、見てもらって、はい、それから対戦しましょう。はい、わ、はい、かりました。接待っていうか、うん、なんていうの、先生だよね。先生だよね、もうね、うん、その本当にね、左右にハンドルを傾けるだけで、はい、カートが左右に動く、はい、それだけ覚えておくと大事です。はい、で、1ボタンがブレーキね、はい、これ進んでるでしょ、はい、で、こうやって行ったとブレーキ、あ、すごい、で、ずっとしてるとバックス、おお、これだけ覚えてもいいんだよね、はい、しかもなんかムカつく感じ、はい、なんかこうなんかこう、あ、ちょっとね、一段上にいる感じがするよね。そうそうそう、そういう感じなんだよね、うちのね、なんかこういう床とかに乗ると、はい、スピードアップする。へえ、簡単そうでしょ。はい、大丈夫そうです、うん、お、楽しそうですね。やってみます、じゃあ、ね、はい、やりたいです。はい、楽しそうです。ちょっと待ってくださいね。あ、なるほど、こっからこっからこう接待プレイに入るわけ、ね、うん、はい、口開いちゃいそうです。加山さん下ね、はい、はい、スタート。あれ、あ、すごい、お、あれで、左右に動かしながら、お、すごい、お、うまい、楽しいです。あ、でも、でもなんか言っちゃった。あ、うーん、ゆっくりハンドル切ると結構いいかも。ゆっくり、そうそうそう、なんかさ、さっきからこの後ろにこうつけてさ、なんかやってる感じがもうなんかあのテニスでこう後ろから、後ろから持ってね、やらしい感じ、こうやってる感じに思えるよね、なんかそういう、これ、みおちゃんどうなのみたいな、こうだよ、みたいな、そういう感じで、おー、あれ、全然追いつかない。嘘つけ、嘘つけ、嘘、それは無理だろう、さすがに初めてやってこっちもよく分かってたから、それは無理だろう、うち、なんか結構進みました。うち、まあ、でもさ、うん、あるアイテム全部突っ込んでるからね、一気に、すごいよね、これね、なんつうんだろうな、上にピタリとつけて、うわー、やったー、勝ったですか。でも、あの、全体では9位だったけど、僕には勝った、イエーイ。本当だよ、内澤さん。あ、かわいい。ゴルフ牧場の中を走って、はい、牛が当たると、はい、スピード落ちちゃうから、はい、うまく避けて。あ、牛歩いてるんですか。そうそうそう。あ、難しそう。でもなんかかわいいです、絵が。いや、やっぱそこはもうゲームの魅力だもんな。そうだな、それ位置関係ないもんな、うん、あ、抜かれた、抜かれた、あ、抜かれた。ちょっとわざとらしすぎるんだよな。あれ持ってるよ、なんかいいアイテム。さりげなさが全くない。本当だよね、うん、接待プレイを何だと思ってるんだっていうね、わざとやってるよ ね、 ね、ほら、またやらしい位置につけたよな、このもうだってもう顔がやらしいもん、もう距離感、うん、嫌な距離感につけた。微妙な顔してんだ、本当に。いや、この位置に入れるっていうのは、うん、なんかこのゲームやっぱちょっといい、うまいっていうか、そうね、バランスはね、その右に入れるっていうのは確かに、バックしちゃってるもん。バックしちゃったもん、今だって。バックはバレんだろう。それ、それ、ついだ
だろう。ゴルフで言うと逆に打っちゃうみたいな。あれやっちゃいましたみたいな。おいおいおい、すごいね。それ気づこうよ、さすがに。僕もレースゲーム好きで結構やるんですけど、はい、そんな上手くないですよね。でもなんか、楽しいですよね。寒いね、寒々しいね、もう、ちょっとね、まあ、このステージといいね、もう本当このセリフといい。でも普通のレースゲームってなんかサーキットとか多いけど、このゲームほら、はい、海辺とか山とか、そうですね、ね、なんか見てて楽しい、ね、楽しい、なんか可愛いです。いやだからそれはゲームの素晴らしさを伝えてるだけであって、それもマリオカートのこと言ってたから、そうなんだよね。だから何言ってんの、彼女をいかにこう、はい、頑張ろう。うちいいね、そういうの、真面目な人なんだよね、本当に。本当に真面目な人なんだよ。カニに当たんないの、カニ。カニ、あー、当たっちゃった。当たってくるね。この感じね。確かに追い抜いちゃうからね、難しいわ。うわー、抜かれた。これやめてほしいな。もういい加減。やられた。やられたじゃないよね。前に何このノロノロ、この前に何走ってんだか分かるだろうみたいな。ねえ、いやでも先生と生徒だな。またハマっちゃった。あ、ちょっとやっぱ見ちゃった。やっぱどうぞ、頑張れ、どうぞ、どうぞ、頑張ろう。バックからまた例のでバックが止まるんじゃない、そのバロ今なんか踏んじゃった。来た来た来た、バック来た、バック来た、バック、バック、バックオーライト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 、バック、おお、どう、後ろから、あ、もうでもすー、角か、あ、あ、違う、気分病だった。みんな言ってますよ。すんげーバックしてるな。これどこまでバックすんだよ。スーパーバックだな。あ、疲れた。ゴール。あー、でも11位だったね。やった。でも10位に入るって言ってたんですよね。入れなかった。僕もそんな上手くないんですけど。でもなんかすごい、いろいろ知ってますよね。すごいです。一応ね、何回か遊んでるんですけど、はい、なかなかね、上手くなりますね。そんなわけないじゃん、ゲームさ、ね、この仕事しててさ、ね、そんなわけないじゃん。こんな感じです。もう楽しかったです。本当ですか、よかったです。はい、まあまあ楽しいだろうな。こういうコントローラーで遊ぶ機会ないじゃない。そう、ね、またセンターの、うん、こちらの Wii の方になっちゃう。Wii の商品の説明をしちゃうからね。Wii の側の人間になっちゃう。よかったです。楽しんでもらえて、はい、こちらも嬉しいです、はい。ありがとうございました。はい。よし。いや、偉いね、うちはね。本当に。もう完全にもう、マリオカート正解。一応皆さんのために場を温めてきました。でも企画趣旨的には大丈夫なんだね、その接待プレイっていう。うん、一応まあ接待して楽しませてあげたけど、接待がその伝わってこなかったって。本当。まあ一応なんかほら、うん、彼女にうまく何僕よりも先にゴールさせたりとか、はいはいはい、もうしてたね、してたし、もうバックとかしてたもんね。バックしてんだ、爆笑でした。勢いでバックしながら。なんか踏んじゃった。あ、来た来た、バック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 オーライト、バックオーライト、バックオーライト。じゃあですね、次は、ルパンにお願いしたいと思います、うん、はい、これまたね、うん、何を選んだかっていう、うん、そうですね、まあ見てもらえれば分かるらしい、うん、僕はですね、一応、はい、一応一つキーワードとしては、うん、男らしく、おお、男らしく行こうかなと思ってます。おお、接待なんでね、頑張ります、ね、接待する相手が女の子っていうところもあって、うん、はい、頑張りたいと思います、はい、はい、じゃあお願いします。グーストップイネックディアスへ、ムーチョグーストでもジャイは V ネックじゃない。今時代はママ引き、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 はい、
ルパン小島です。お願いします。加山里乃です。よろしくお願いします。まず、はい、ですね、はい、ごめんね、これちょっと関係ないことなんだけど、はい、男好きな男性のタイプ。好きな男性のタイプ、はい、優しい人ですかね。優しい人、はい、こうなんか男らしい感じってどう？あ、でも男らしい人の方が好きです。ああ、そう、はい、なんか俺について来いみたいな。ああ、もうまさにいいじゃないですか、はいはい、僕ですね、今日ちょっと用意したゲームがあるんですけども、はいはい、そんな男らしさを全面に押し出した。すごい、なんだろう、男らしいゲーム。男らしくなるんですね、リノが。なります。はい、男らしくなるイコール、はい、美容にも健康にもですね、はい、つながることが、はい、なんだよ、盛り上げて、盛り上げて、お祭り気分で、お祭りガーッと、ガーッと、はい、行きますんで、はい、よろしくお願いします。声がでかいだけ。じゃあ、いいですか。用意したゲームはこちらです。ガーン。あ、すごい。全国デコトラ祭りということで、お祭り気分。え、何するの、はい、すごい。どういうの。じゃあ早速、これも一応レースゲームなんです。あ、これもレースゲーム。レースゲーム、はい。で、内田さんと遊んだ時はこうやって、はい、これはもう本当、はい、簡単にボタンを押して、はい、こう高速道路とかをさ、こう、はい、ガーッて滑走してくる、滑走してくるっていうか走ってくる。で、それをもう矢印をこうどっちの車線に行くかっていうだけ。これやったらレースゲームなんですけど、はい、車線変更やるんですよ。本当にすごい簡単。だいぶ簡単。だいぶ簡単。デコトラの魅力わかるかな彼女に。全く興味なさそうじゃん。この時点でトラックかみたいな。ハンニャの顔出てるね。ハンニャとか言うとかさ、興味ないだろう。で、一応ね、モードがいろいろあって、デコトラ、デコレーショントラック、いろいろこう、はい、車をこうカスタマイズ。ね、はい、こういろいろ外装とかですね、はい、こういうのをこうやって興味ないよね。興味ないよ、こんなここがないんだとか、マジ興味ないでしょ。何を教えてんだよこれ一体。バカじゃない。今はあ、かっこいい。これは俺はこれしてるんだけど、はい、ちょっとみのちゃんのセンスで、はい、どんな映画ですか。どれでもいいよ、竜でも波でもさ。全く欲しそうじゃないもんね。どれも今見てもらって、これがいいっていうところで言って。いいわけないじゃん、トラとかワシとか、ね、トビウオとか。トビウオですよ。興味ね、興味ね。可愛い、さっきの。これ？可愛くないですか？ボタン？はい。これがいい。可愛くないですか？あ、ちょっと可愛いね。可愛いですよ。可愛いですね。こういうやっぱ女性らしいんじゃないですか？じゃあちょっとこの辺にしてみようか。はい。これ。いや、絵はまだいいよ。絵はいいけどさ、ここだよ、この辺。これいらない、もう全く興味ないでしょ。今選んだやつが。はい。車に反映されてるので、あ、そこはやらないね。そこはもう、いや、もうスルーしたんだ。そこは無理だろうってことだ。このトラックで、はい、バトルします。バトルす、はい、おー。で、もうここで状態3、2、1、スタートしたら2番、セール押す、おい、押して全体に押して、うん、で、ちょっと矢印押してみ、車線をちょっと変えてみると、ウインカーが出て、そうするとこっちに、あ、行きました、行きましたでしょ。はい、で、またちょっと戻します。すごいな、ライバルのトラックがいるところの後ろについていくと、はい、どんどんこう結構スピードが加速していくの。後ろにいると、後ろにいると、はい、あ、そう、あ、そう、前に車がいるときは、はい、車線を切り替えればいいだけ。避ける、うん、避けるだけ、はい、あとはもう本当押してる、押してるだけで、アクセル押してるだけで簡単だ、OK、うん、ゲームした感じですね。うん、あ、で、こっちだ、こっち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 、オッケー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 。今ね、下の矢印が出たでしょ。はい、で、赤い矢印の方に行くと、はい、いい道通ってる。あ、すごい。それが違うところ行っちゃうと、どうと、トイレ局で、大丈夫です、大丈夫です。気合で、気合で、違う矢印のところ行っちゃうと、はい、違う道通っちゃって遠回りになっちゃうのよ。だから、一応、あ、これ赤い方、赤い方、左、左、そう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 、左、左、あー、
行けなかった。行けなかった。何回もギューッと押すんですね。ポンポンって2回押す感じかな。わかりました。わかりました。はい、遠回りしちゃいました。遠回りしちゃうね。じゃあこれちょっと悪いけど、はい、1回やめよう、はい、これね、ちょっと思惑と違っちゃったんだね。違ったな今ね。なんかあれですね、彼女はルパンの言われるがまま楽しんでない気もしますけど、うん、しまだね、うん、多分なんで私はトラックのゲームやってんだっていう段階にまだいると思うよ。前に車がいたらクラクション鳴らして、鳴らして、うん、前にね、誰もいなかったらもう走るとそんなでも危ない運転しないですよ。まあまあ普通はね。でもこれはもうあのデコトラだから、そうですね、そこがもうかっこよく行かないと。かっこよくもうてめえらどけこだろみたいな。いやここで巻き舌から空回りしてるね。ルパン空回りしてるよね。巻き舌でルパンのこの空回り具合いいね。噛み合ってないですよね、まだね。巻き舌でですか、すごいいいですね。ちょっとだんだん慣れてかっこいい感じですね。かっこいいでしょ。はい、やっぱね、トラックはいいよね。そう、かっこいいよね。トラックに興味ねえだろ、ルパン。お、いいね、もうゴールです。ゴールじゃん。あとちょっと、うぇーい、素晴らしいです。イエーイ、素晴らしい。勝った。勝ちましたよ。やった。いいじゃないですか。すごい嬉しいです。いやいや、あのリノちゃんはやる子だなと思ってましたよ。そうです、やる子です、うん、やればできる。気合が違うからね。はい、うん、気合入れました。もう一個ね、このゲーム、はい、ちょっと素晴らしい。それはぜひね、はい、レオちゃんにやってもらいたいなと、はい、全く食いついてないのにね。次行こうみたいなね。リキリキ、あ、わかります。竹内リキさん知ってる。わかります。マジで。はい、俺もうリキ大好きなの。はい、リノちゃんも言ってみて。リキ大好き。リキ大好き。それじゃあちょっと踊るから。なんだよ。なんだよ。僕はですね、あんま今まであのいろいろ見てきましたけど、はい、まああのちょっと趣向を変えて、はい、ちょっとこういうゲームをちょっとやってみようかと思うんですけど。だったら思い切ってやっちゃおうかみたいななんかとこもあって。はい。ゴムさんはなんだろうな。持ってきたね。不器用な男だな本当に。だったら思い切ってやっちゃおう。